横田のポーカーテキサスホールデム講座。はい、僕はね、ぴょこたんという名前で、あ、カメラ向いてないですけどね、ぴょこたんという名前で漫画を描いているもので、日本におけるポーカーの神と呼ばれている存在です。へぇ。そしてここにおられる方がね、ポーカーど素人の皆さん。はーい、はーい。今日はこいつらど素人に僕がポーカーの何たるか、はい、テキサスホールデムの何たるかを全て教えてあげようと思います。はい、まずそもそもポーカーとは何か。ポーカーというのはトランプゲームです。そこそこみんな知ってますよね。ドラクエのカジノとかでポーカーってあるでしょ。ポーカーっていうのはね、5枚のカードで役を作り、その役の強弱で争うゲームです。わかります？はい。皆さんポーカーの役とかわかりますよね。ワンペア、ツーペアとか、ぼんやりとはわかりますよね。はい。じゃあまず今は役の強弱の説明から、はい、初歩的な初歩中の初歩。じゃあまず、はい、この役何だと思いますか。豚。だから豚。正解。あ、豚です。何にもない、やるな、何にもない役。はい、豚は悪口言っただけなんだけど役、そう、豚なんですよ。まさに豚。なんで豚って言うんですか。豚っていうのは日本のあれで、本当はなんかね、違う名前がついてるんですよ。そうだよね。はい、だけどそれ忘れたんで、はい、今日は豚ということでいいですか。はい、豚。はい、じゃあこの次に強い役、これは一番最弱の役です。はい、はい、この次の役いきますよ。はい、はい、これ何だと思いますか。ワンペア。正解。よっしゃー。すげえ、コナちゃん。さすがだな、やっぱり。何ですか、文句ありますか。いやいや、簡単ですよ。ワンペアですよね、はい、7がペアになってる、はい、他は何も関係のない数字、うん、これが2番目に弱いやつね。うんうん、次いきますよ。はい、スススス、じゃん。はい、お、はい、これ分かりますよ。じゃあ何ですか。ツーペア。正解。まあここまではね、本当にバカでもできる、小学生5歳でも分かる内容ね。なるほど。こっからがね、意外と分かってないやつが多いんですよ。じゃあこの次に強いの何だか分かる人。スリーペア。ワンペア、ツーペアだからスリーペア。違います。え、これで、ま、感覚的には言い方が間違ってるだけ、はい、ま、同じカードが3枚っていうの、あとは何も関係ないやつね。スリーオブカインド。おー、はい、スリーカードじゃないの。スリーカードっていうと世界ではもうね、プーみたいな。そうですね、ジャップがって言われます。ジャップが、はい、日本だけの言い方。スリーオブカインド、はい、スリーオブカインド、カインド、ね、はい、どういう意味ですか。同じカードが3枚あるよっていう意味ですね。そのままだ。はい、スリーオブカインド、まあ、ここまではでも分かりますね。ワンペア、ツーペア、スリーオブカインド、はい、この次なんですよ、問題は。あ、はい、この次、ここからね、意外と分からない人がいるって、僕にとっては信じられないこと。日本の文化のレベルの低さ。おお、はい、なんだろう、はい、なんだろう、はい、この次はまあこれですね。あら、もう答え教えちゃいます。はい、2、3、4、5、ストレート。はい、ストレート、ストレート、ストレート、はい、2、3、4、5、6、数字が並んでると。はい、はい、ストレート、ストレート。ストレートで注意するべき点が一つありまして、はい、1、2、3、4、5は OK なんですよ。はい、うん、OK なんだ。OK ですよ、もちろん。はい、うんうん、で、あの、後ろのストレート、はい、分かります。後ろのストレート、はい、これも OK なんです。あ、それも、OK、10、11、12、13、1、はい、1が一番強いんですね、数字的には、はいはい、だからここまでは OK、はい、ただし、これはダメだと。1と2の間が、1と2の間は絶対そうです。あ、関係ないの。そうですね。でも1、2、3、4、5は OK なんですね。1、2、3、4、5は OK。 難しい、ね、ここだけちょっと注意、これね、結構初心者がね、陥りやすいところですね。なるほど。はい、チョンボが、そう、あと数字の強弱はエースが一番強いですよっていう、これも忘れないようにしてくださいね。はい、はい、2が一番弱い、数字の強弱、はい、例えば同じワンペアでもエースのワンペアの方が3のワンペアとかよりも強いと。あ、なるほど。これも大事なところですよ、はい、ストレートとプラスして大事なところを学びましたよ。はい、はい、じゃあストレートの次、ストレートの次はフラッシュ。はい、はい、正解。イエーイ、イエーイ。はい、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュ、マークが同じ、5枚とも同じ。はい、5枚ともマークが同じと。これはマークで強さとか変わるんですか。マークでは強さは変わらないです。どのマークでも同じ。ただし強さが変わるのは、はい、数字で変わります。数字、例えばジャックが一番
上に来てるフラッシュよりもさっき見てほらこういう例えば10が一番ね、とにかく数字で判断してくださいということですね。なるほど、はい、なるほど、はい、見てください。このフラッシュよりはこのフラッシュの方が強い、うん、一番強いジャックがあるから、はい、なるほど、はい、で一番上が同じだった場合はね、同じだった場合は次の数字で判断します。一番上が同じだった場合は次の数字、つまり8が持ってるこっちの方が強いと、はい、ちょっとあんまりないけどね、そういう例もありますよと。はい、はい、はい、次フラッシュ、はい、フラッシュの次ははい、3オブカインドプラス、はい、ワンペアの、はい、フルハウス、フルハウス、フルハウス、うん、ね、これは分かるんじゃないですか、ここまで。俺ステファニー知ってる？私ミシェル。NHK のね。あれミシェルって双子なんですよ。知ってる？そうなの。実は双子なんだよ。交代で出てたと。だから芦田愛菜ちゃんも双子じゃないと労働基準法に引っかかるからそういうこと。へえ、そうなんだ。はい、ね、メアリア、アシュレ、オルセン姉妹なんですよ。次行きましょう。はい。今までのだからはい、おさらい。はい。ワンペア、ツーペア、スリーオブカインド、ストレート。フラッシュ、フルハウス、まあ、イエーイ、まあ現実的なのはこの辺です、はい、あとはその上にフォーカードがありまして、フォーカード、はい、さらに上にストレートフラッシュがあると。ストレートフラッシュ、ストレートフラッシュ、ストレートフラッシュはフラッシュでありながら ストレートであるという。なるほど。ほぼめったに出ない役。出るんですか？たまに。たまに出ますよ、もちろん。すごい、こういうね。あ、すごい、これはすごいな。ねー、ストレートフラッシュ。ストレートフラッシュの中でもさらにあのね、一番すごいやつ、ジャックポットとかによく言われるね、ロイヤルストレートフラッシュ、一番上のストレートフラッシュ、ロイヤルストレートフラッシュ、おー、はい、これが一番上だ。これが一番上、最強のやつ。ロイヤル、ロイヤルホストと関係あるの？ロイヤルホストとは関係ないですね。あ、そうですか、はい、ロイヤルホストはね、あのね、ファミレスの中でも唯一と言っていいほどスカイラグ系列じゃないっていう。ロイヤルホスト、デニーズはスカイラグ系列じゃないんですよ。関係ないでください。お前も言ったんだよ。まあまあ確率は相当低い、ね、相当低い。何パーセントぐらいなんですか？ググってください。 0.0 なんとか。ああ、そんな100万級って感じですね。そうですね。マージャンで言えば、マージャンで言えばあれ、中電ポートの。ああ、もう、あ、そんな手、そうそう、そんな域ですか？はい、幻の100万、はい、ここまでは本当にポーカーの初歩的なことでしょ。はい、テキサスホールデムと関係ない、まだこの時点で。まだ、はい、これは役ですもんね。役ですね。そうですね、役の強弱ね、はい、でテキサスホールデムとは何かっていうのは、はい、今から言うと、はいはい、こっからですね。こっからが本番。特殊な、あれ2枚もあった、はい、手札が2枚なんですよ、テキサスホールデムっていうのは、はい、で場に5枚出てる、はい、はい、でその手札の2枚は自分しか見れないんです。はい、で場の5枚と手札の2枚の、はい、そうですね、はい、場の5枚プラス手札の2枚の中で最強の 5枚を使って役を競い合うんです。なるほど、うんうんうん、分かりました。これ分かる、はい、分かりました。テキサス、この中で俺が一番強いじゃん。いやいや、俺が一番強いです。ちょっと待ってくださいよ。この5枚が場に出てる状態で、はい、一番最強の2枚は何だか分かります？手札最強の2枚は、はい、9が2枚で4カード。はい、正解。やったー。すごい。全然ダメじゃねえか、はい、お前9が2枚で、あ、まあ、フォーカードでも現実的じゃない、はい、じゃあフォーカードの次は何だと思いますか？2番目に強い手札2枚、これ難しいんですよ。難しいね。え、あ、1番に強い、1が3カードの、フルハウスにもなる。正解。2枚でフルハウス、エース2枚のフルハウスです。ーエース、エース、エース、99、フルハウスね、はい、そういうこと。あとはフルハウスのペアはたくさんあります。例えば8と9でもフルハウスでしょ。あ、なるほど。エースと9でもフルハウスの、はいはいはい、なるほど。そういう感じでフルハウスはいっぱいあります。2と9でもフルハウス。ちょっと待った、はい、リスナー誰もついてこれないよ、これじゃあ。嘘だろ、これ。この中でわからない人って誰か？わかるよ、わかるよ。本当ですか？緑は1人で。いや、僕はわかりますか？青なんだよ、まあ、自分の手札と組み合わせて、ね、はい、ちょっとじゃあ、はい、全員手札とりあえずオープンしてみますか、はい、僕は2ペア。私も2ペア、エースの2ペア。お、僕3カード。おー、3カード。おー、3カインドでしたね。あ、3カインド。3カインド。豚、豚ですね。見た目も。一応9があるんで、1ペアは最低あるんですね。じゃあ、この中で一番強いのは、みどりさん。はい。みどりさん、じゃあ試しにやってみますと、こういう感じですね。はい。はい。こういう感じで、はい。9の3、3カインドね。はい、3カインド。で、僕は2ペア。そうですね。
でこれがこうなるんで8と9の2ペアという感じですね、はい、でも8と9の2ペアよりもエースと9の2ペアの方が強いと、やったー、傘の方が強い、順序的に言えば1、2、3、4、なるほど、はい、まあ、手札が2枚と、うん、はい、ここまでちょっと難しい、これ、いや、バカでも分かる、まあ、組み合わせですね、はい、小田先生すごい、そうですよポーカーの日本の神ですから、なるほど、はい、この前麻雀の神だったで、でじゃあこの最初の2枚の時点で、はい、それでですね、テキサスホールでもさらに大事なこと、はい、ベットするラウンドが自分のところにチップがあるんですね、はい、生命と呼ばれるチップが、はい、はいはい、このチップを自信にがあれば乗せてもいいし、いつでも降りてもいいと、そういうものなんですね、なるほど、じゃあこれは全部いってで、そのチップをかける場所が全部で4回あるんだよって、これが大事なところ、はいはい、え、そんなにあるの、はい、ここが面白いところ、ここがテキサスホールデムの駆け引きの面白さです、ね、まずは場の5枚が1枚も見えてない状態、はい、自分の手の2枚しか分かんない状態で最初のラウンドがあるんです、なるほど、チップをかける、はい、だからここで降りてもいいんですよ、うん、なるほど、わかりますか、はい、でじゃあ最初のこの2枚で一番強い手は何だと思いますか、だってこの状態で判断しないといけないから、エースのワンペア、はい、おー、エースが一番強いです、ちょっとじゃあまあ、そしたら全部いっちゃうね、はい、そしたら全部いっても OK ですよね、はい、でもだけど全部いったらみんな降りちゃうんですよ、あ、いろいろね、駆け引きがね、じらしたりするね、はい、あ、これが最強の手、逆にいっぱい出した方が、はい、これ、そうですね、そう思ったら嬉しいな、そうですね、だけどこれは現実的じゃないけど、例えばエースとキングだったりとかね、やっぱストレートいけるかなみたいな、そうですね、ストレートもいけるし、夢が広がるな、ワンペアに打倒しても強い方のワンペア、ね、はい、まあ、普通にこれ8と8とかでもそこそこ強いんでいいんですよ、そうですね、まあ、つながり、なんか関係ありそうだったら、そうですね、強気なんなのこういうのもそこそこ強いジャークと、うん、ね、あ、ストレート、その辺の判断で、はい、なるほど、逆にだから最弱の手は何だと思います、2、3、2、4、最弱の手はね、これ2と3でマークが別ってやつ、これが最弱の手、あの、確率的に最弱の手、あ、なるほどね、という感じの判断で、その最初のまず2枚の状態でかけていくんですね、なるほど、ちょっと試しにかけてみましょうか、はい、はいはい、あ、そういう風にしない方がいいか、でかけていくんですね、はい、そこがまず第1のベッドラウンド、はい、で第2ラウンドは、はい、この3枚オープンの状態で2回目のベッドラウンドがあります、はい、ほうほう、なるほど、なるほど、うん、僕だったらいくね、最初からもうオープン3枚出ちゃうの、さっき1枚1枚じゃなかった、いや3枚、最初は3枚です、いきなり3枚めくられるんです、さっきって言っちゃったはい、はい、この段階でじゃあ一番強いのは、いや、はい、手は分かりますか、はい、状況がどんどん変わっていくんですよ、あ、この段階で一番強いのは何だと思います、さっきはエースエースだったじゃないですか、はい、何も出てない時は、はいはい、もうこの時点で状況は変わってるんです、なるほど、はい、じゃあ、キングのを2枚、はい、キング2枚持ってればキングの3オブカイドなので、うんうん、はいはい、ただですね、この時に例えばハートを2枚持ってる人とかも、ああなるほど、そう、うん、あと1枚ハートが来ればフラッシュになるじゃないですか、フラッシュ、はい、あと例えば5と7を持ってる人、4567できてるんで3と8が来ればストレートができると、はいはい、この次のあと2枚のうちにその3と8があればストレートができる、はい、そういうふうにいろんな、なんか、なるほどね、そう、未来を予測したままここでかけていくと、はいはい、これが2回目のベッドラウンド、2回目のベッドラウンド、はい、ああそっかそっか、で降りる人はどんどん降りていって、はいはい、次3回目のベッドラウンドがこうなります、はい、こうなるとね、また変わってくるんですね、すごい、ね、できてきて、そうですね、うん、まあ、最強はキング2枚変わらずキングの4カードになりますからね、うん、でもそれ以外にもさっきあのハート2枚持ってた人とかの可能性がどんどん減っていくと、うん、逆に4、2枚持ってる人とか6、2枚の人フルハウスができてる、キング4の人もフルハウス、キング6の人もフルハウスと、はいはいはい、で最後にこうなると、はい、なるほど、そうですね、うん、5と7持ってる人はストレートがこの時点で完成、さっき言ってたやつですね、うん、なるほど、という感じでベッドラウンドが4回あると、うん、はい、これがテキサスホールデム、なるほど、難しすぎ、難しいでしょう、うん、でも実際一回やってみるか、やってみますか、うん、やってみますか、はい、そもそも ポーカーってなんでポーカーなんですか、名前は、それはね、あれなんですよ、ポーカーフェイスとかあるんですか、
それはポーカーができた後にできた言葉でしょう。あー、はい、そんなことも知らないのか。勘弁してくださいよ。勘弁してくださいこれ、はい、常識でしょう。そうね、じゃあポーカーは無表情がいいんですかね。ポーカーはそう細かい仕草とかもあのね、あ全部僕は見てます。神だから。例えばね、自信のないやつほど早くベットするんですよ。おなるほど。これはね精神学に基づいてるんです。精神わかります。なるほど。自信がないほど虚勢を張るんですよ。ああなるほど。キャンキャンとかいろいろ。はい、じゃあちょっととりあえずみんなこれじゃあ、はい、はい、今みんなじゃあ持ってます。いいよ、みんなこれでいっか。1万円ぐらい、はい、これ200チップ。そうですね。はい、じゃあいきますか、うん、この状態でこれがヒットポイントになりますね。はい、はい、ヒットポイント。はい、ヒットポイント。最初、あ、ちょっとこれでもややこしいか。まあいっか。最初はこれ強制ベッドっていうのがね、必ず場の中の他に1枚で決まってるの。1と2。1と2、はい。ただ、じゃあ今回は1ゲームごとに上げていきましょう。はい。この強制ベッドっていうのは命、その場の中で絶対に出さなきゃいけないんですけど、これがどんどん上がっていくんです、うん、だからつまりゲームをやるごとにこの額が増えていくんで、倍々に、ね、だから降りてるばっかりじゃ勝てないよって。なるほど、ね、はい、はい、でこれは流れていくんですよ。そうですね、順番に、はい、はいはい、この時点で、強制ベッド出してる次の人から行動が始まります。次の人、はい、なので大木さんが選択できるのは降りるか、はいはいはい、2乗せて、参加するか、さらに強気の場合は例えばいくらでも乗せていいです、その上に。降りるか2万円以上ってこと。はい、そうです。じゃあ僕3枚3枚、じゃあこれもありなんで、ありにします。はい、じゃあ3枚、はい、で、はい、降りるか3枚か、それ以上いくらでもいいです。はいはい、じゃあ僕もじゃあ3枚です。3枚、はい、それをコールっていう。コール、はい、コール、はい、コール、コール、はい、どうぞ。で、私が2枚上乗せして3枚にして、はい、コール、はい、コール、3でチェック。じゃあコールしますか。まだ2枚しかないんで1枚合わせてコール、はい、コール、はい、これで全員のチップがあったので、次のラウンドに行きますと。はい、3枚見える、はい、で勝った人はもうこれ全部もらえますんでね。あ、5、6、7だ。次はじゃあここから始まります。私、はい、チェックで何もかけずに次の人へ渡すか、うんうん、ベットするか、その2択ですね。次は小田さん。強制ベッドはね、もう最初に 出てる状態なんで、はいはい、強制ベッドの低い方の人から最初。あ、そうなんですか。親みたいなのですか。ちょっと難しいんですけどね。はい、なるほど。はい、これ以上かけたくないって場合は、まあ、チェックです。チェック。そしたら緑さん、じゃあ降りもしないとチェック。はい、そうそう、まだ、まあ、誰もかけてない時は降りなくても次へ行きます。あ、増やせるのできる。僕はじゃあ2枚。はい、2枚、はい、じゃあ僕はコールするか、2枚でコールするか、降りるか、さらに上に行くかですね。じゃあ僕はさらに上乗せしますよ。はい、おお、じゃあ4枚いきます。4枚。おお、あら、4枚かける際は何か。はい、4枚、はい、4枚いきました、はい、で私は降りるか4枚出すかしなきゃいけない、はい、4枚出すか、さらに8枚とか上にどんどん乗せるか。降ります。はいはい、じゃあこの時点でもう勝ちの権利はなくなりました。はい、見れないの、はい、見れない。あ、見れない、はい、じゃあ4枚。4枚乗った、乗った、はい、ゴール。はい、僕の場合2枚乗せれば。そうですね、上に2枚乗せれば次のラウンドいきますし、さらにここからまた上に乗せても OK です。ああ、どんどん乗せられなくて。そうですね、じゃあ2枚、そうすると全員のが、参加者の全員のチップがあったので、はい、これもまたここに加わって、わ、はい、すごい、はい、今度、はい、3ラウンド目に。あ、すごい、これすごい、状況が変わりますよね。あれ、え、これすごいですよね。今までの苦労が、はい、あれ、そうすると今度はい、ベッドかチェックかですね。みどりさんが勝った人はこれ全部もらえますから、はい、はい、2枚、はい、4枚をレイズ、はい、4枚上がりました。そうだな、僕はじゃあ4枚コール、コール、はい、じゃあ俺は4枚コールしますか。じゃあ2枚ずつ上乗せ。つまりこれは、はい、そうですね、増えていくんですね。勝ったらこれ全部もらえるんですからね、はいはいはい、
ちなみにですけど、コンタコンノリはないですけど、この時点で一番最強の手って分かってるんですか？もちろん。はい。はい。言ってみましょうか。はい。せーの。はい。9! 全員バラバラじゃないですか。はい。9厳密に言うとね、9、10を持ってる人が一番強いんですよ。あ、そうか。そのね、バトルって結構あるんですよ、世界大会規模でも。9持ってるやつが思いっきりオールインしたら、実は90がいたと。あ、なるほど、はい、なるほどね。90は6、7、8、90だから、さらに上のストレートなんですよ。そっか。なるほど。それプラスここで潜んでるのはハート2枚持ってるやつとダイヤ2枚持ってるやつ。あ、その2人が最後の1枚のフラッシュ目にかけて大きく張っている場合もあるんですよ。あれ、ストレートよりフラッシュの方が強いんです。強いんだ、はい、だからその逆転目を信じて、最後の1枚のマークを信じて張ってるやつもいるから、だからどうなってるのかがわからないと。思いっきりいっぱいかけてる人はいい手を持ってるかもしれないし、虚勢を張ってるかもしれないんです ね、ただの豚っていう可能性もありますし、ね、ああ、なるほど。本当と豚野郎の場合もあります。豚野郎、はい、じゃあ最後いきますよ。はいはい。あ、おお。で、こっから、はい、みどりさんからチェックかベットかということで。じゃあ5枚。5枚、強気ですよね、これね。で、ホールかフォールドか、さらに上乗せかレイズ。でもここまで来ちゃったら降りれないですよね。負けたら奥さんと別れるぐらいの。いや、それはなんでこれで。いや、そんぐらいポーカーはね、そんぐらい、そう、命かけてるんですよ。いや、負けませんよ。でも負けませんよ。どうでしょう、これで最後の。そう、もうこれで最後です。ただもしかしたらシュウちゃんがさらに上乗せって言ったらまたこう、ね、そうですね。だからね、基本的にね、後から行動する方がポーカーにおいては有利なんですね。なるほどね。ポジションっていうのがだから大事なんですよ。なるほど。僕はもう降ります。降ります。はい、ホールド、はい、はい、じゃあ一応これね、本当は見れないけどちょっと残しておきましょう。はい、じゃあ、僕は、10枚いきますよ。倍ですね。じゃあ僕は20枚さらに20枚ですか。じゃあ今10枚でこれ、はい、じゃあこれ今上に15枚来てますね。はいはい、負けた方が勝ちだと。そうですね、クビになるとね、はい、上に15枚来てます、だ合わせるか、あと上にこんだけ来てますんで15枚ですね。15枚合わせるか、さらに上行ってもいいですけど。おー、乗るか反るか、はい、そうですね。でもここでも見れないよね。こっちも一応全部。じゃあそこ、じゃあ合わせますか。合わせますかこれ20枚じゃないの。じゃあ上乗せってことですね。合わせるとか、ね、合わせるのか、なるほど。コール、ああ、はい、これでじゃああったんで、勝った人がこれ全部もらいます。ここまでも全部ね。あー、すごい。じゃあ同時にオープンしますか。はい、はい、せーの、ドンドン。あーストレート、ストレート。これなんですか、これ。ワンペアです。ワンペアじゃないですか。なんでずっとついてきたんですか、これ。何豚で、ほんと豚じゃないですか。いや、違いますよ、もうそこはもう、はい、これで行く。これ最初に降りる手でしょ。いやいやいや、もうこういうことが起こり得るんですよ。でももちろんね、みどりさんはもう正真正銘のストレート、ストレートらしい、はい、素晴らしいね、レーズ、はいはい、で、これが、はい、はい、フィッシュです。フィッシュ、フォーカー用語でフィッシュっていうのね、はい、カモ、カモって、はい、ATM。 これはどうだったんですか。これは7、8、これ降りたのすごいですね。よく降りたな。よく降りましたね、これ。普通だったら勝負いくと思って。7、8だから2ペアですよ。2ペアだもんね。でもストレートには勝てない。ストレートには勝てない。だから4持ってる人と9持ってる人には勝てないけど、これで降りる人は強い人です。あ、いや、これはすごい。ただでもこの後に7か8が来てしまえばフルハウスなんで、ストレートより強いんですよ。あ、そういう逆転もあると。なるほど。これをずっとやっていって、チップが1人の元に集まるまで全部何回もやると。あ、なるほどね。はい、俺の時でやるだけで時間かかるから10回戦までとか決まってやるんだ、はい、それでやったらどうだろう。 でですね、でも1ゲームでこんだけ動くじゃないですか。すごいですね。で、次はその、そうなんですよ。あ、これ1ゲームで相当動くのね、はい、4人だとこんだけ動く、はい、で、次はだからその時間短縮するんだったらこれ2枚、強制ベッドがどんどん倍々になっていく。2、4倍々というか2、4、初期費用、はい、そうですね。だから次2、4だし、次3、6、はい、4、8、ゆくゆくは10、20になるまでやるんで、そうするともうこれなんかすぐなくなっちゃいますよ。なるほど、ね、強制ベッドだけで結構死に品になるんで、あ、はい、まあ、あっという間ですね。そうですね、あっという間なんで、そうですね、1ゲームすぐ終わっちゃいますね。
あんま意地になると良くないですね。そうですよ、うん、あのずる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 いくのが一番下手くそな、あのよくラスベガスのカジノでも、うん、そういうあの大富豪が来るんですよ、時々酔っ払いが、うん、そうするともうプロのポーカープレイヤーみんな目を光らせてね、うん、よしカモが来たってみんなでこう目をね勝手にもう暗黙の了解であいつから金をむしり取ろうって、そういう感じで雀荘みたいな感じでプロが存在する。マージャンに似てますね。そうなんですよ、降りながらテンパに行くと。そうですそうです。ちょっと次のゲーム行ってみましょう、はい、とりあえず。そうです。じゃあ次僕ですね、はい、はいはい、じゃあ乗ります。4枚です、ね、4枚が最低ですね。なるほど、最低です。4枚最低で、はい、私も4枚です。4枚コール、はい、はい、コール、コール、はい、でチェックか、さらに和の世界一を選べます。チェックで。チェックで、はい、チェックなんでこれが、はい、集まります。これで1回目のベッド終了。はい、はい、ラウンド2いきます。はい、はいはい、で次は、みどりさんからですよ。乗せるか、あ、そうか、4枚以上に関係ない。4枚、一応最低は4枚からにしてください。ああ、はい、そう、4枚、はい、その時のあの、まあ、4枚、ああ、なるほど。で、降りるか、はい、乗せるかですね。でも降りて降りますか、ね、はい。じゃあ僕は行きます。4枚コールでいいんですか。コールで、はい。さっきコピドキャラでいいんですか。じゃあ私も4枚でコールします、はい、4枚コール、はい、平和なポーカーが続きますよこれ、はい、平和なポーカーが、はい、おー。でまたみどりさんからになりますね。降りますよ。ちょ、ここで降りるのはね、ど素人の技なんですよ。今はチェックで回せるんです、誰もかけてないんで。はい、チェックでも、チェックでいいんですよ。出さなくていい。チェック、チェック、チェック、はい、チェック。で、あ、僕ですか。はい、これは、5枚いきます。はぁ、でも分かんないです。またさっきみたいに豚さんかもしれないですよね。何にもなかったですから、本当にさっき。いやいやいや、もう豚でこれ取ったら大したもん。そうですね、誰が豚やね。5枚出すか。さらに上乗せするっていう手もありますし。でもさ、これは弱気なんじゃないかという。じゃあ出す。コール、コール、コール。どうしますか、降りるか、うん、これさっき降りるって言ってたのに。なんかね、誰かが嘘ついた匂いがした。ああ。ちなみにまたさっきみたいに聞きますけど、はい、この時点で1個足りない。この時点でクソやろ。どういう可能性があるかって分かりますか、はい、最強とか。はいはい、本当わかりますか。結構難しいですここは、うん、はい、はい、で最強の手は9でしょ。 9? ストレートの狙いで何だと思いますか。ストレート狙いで9と12、うん、いやこれね、ちょっといい線いってますけど素人ですよ。一番強いのはキングとクイーン。あ、そうだ、 A まであるんだ。10、11で12、13でエース。あ、なるほど。これを見落としてるともう本当やばいですよ。はい、つまりね、9とそう7とかが持ってるやつがね、7、8、9、10、11だって、9と7で喜んでたらその上がいたと、はいはいはい、これもよくやられるパターンですね。なるほど。あとはさっきも言ったようにクローバー2枚のフラッシュ狙い野郎がもしかしたらいるかもしれないし、フラッシュ狙い野郎、はい、あとはそういうほら3オブカインドの人とかにいろんなパターンが考えられると。なるほど、はい、じゃあ最後いきますよ。はい、はい、ほら来た、波乱ですよこれは。じゃあみどりさんからチェック、チェック。じゃあそうな、どうしようかな。じゃあ5で。5、はい、はい、なるほどね。これあれですもん、13、1枚持ってたらもうってことですもんね。そうですね、13、1枚持ってるやつが一番強い場なんですよ。だってフラッシュの目もないですから、ほら同じマーク2枚しかないから、フラッシュもない、同じ数字もないから、ペア系もない。つまり13、1枚が最強の手。ナッツハンドなんですよ。なるほど。13、1枚持ってるだけで。私は降ります。降りるんですか。はい、降りるの。じゃあみどりさんは。じゃあ俺でもこんなにあるんですよ、 5払うだけで。いやー、はい、でも5枚が怖い。じゃあコール。でもね、なんかやめとくか。そしたらだって、そう、見せずに勝ちですよ。やったー。じゃあ見せてもらう。何は見せて、本当は見せるあれはないんですけど、はい、じゃあ見せてみましょうか、はいはい、何も揃ってないんじゃん。じゃじゃじゃーん、はい。うわー、みどりさん、なんで降りる。俺、訳は揃ってたけど、なんで降りる。全然勝ちですよ。え、私9が来てたらストレート。あー、いやでも結局みどりさん勝ちですし、5枚出すだけであれだけもらえるチャンスがあったんですよ。みどりー、危ねー。さっきと同じことやってますよ。こんなんなんでもない、ただのパス。豚野郎、はい、
豚野郎に混じってんじゃねえよ。豚にも混ざらないカード、例えばエース1なんかね、ほら、うん、そう、もっと大きいカード1枚でもあれば違うのにないからね。でも心理戦面白い。そうです、面白いですね。まあ、でも何かかけたらまた本当にガラッと、そう、多分本気のお金、はい、これ遊びだからこう、はい、はい、でも今のこの豚でさ、うん、あんだけ本当、でもあの5なんて雑魚ですよ。プロから言わせればこれでやるんだったらこれ全部かけないから。ああ、まあそうだね。そうすればキングを匂わせることができる。はいはいはい、はい、でキング持ってなければ降りますから、うん、いやでもほら嘘の匂いがしたって言われたじゃん。そこで貼ったらさ、はい、ああこいつ持ってねえなってバレバレじゃん。だけどね、これじゃなかなかコールできなかったと思いますよ、まあね、結果論ですけどね、ここは確実に降りてましたし、はいはい、これ全部貼った確かに、ね、10枚ぐらい取れた方がいい。そうですね、そういうことなんですよ。で、強制ベッドがどんどん上がっていくんで、うん、降りてるだけでも勝てないと、はいはい、だけどどっから勝負しないといけないけど、ズルズルコールしてたらもうほらズルズルコールして一瞬減ってるとかね、そういうことなんですよ。またちゃんとやりましょうね、これ、はいはい、今後ガジェット通信から日本中にポーカーブームを巻き起こしてやりますんで、はい、はいはい、じゃあ頑張りましょう。はい、以上、ありがとうございました。